今回もすごいのがやってきた。超コスパ格安で話題の KTC から先日レビューした25インチ 180Hz IPS 液晶の H25T7 に引き続き、27インチ 180Hz WQHD の湾曲モニター H27S17、 こちらをレビューしていきます。どうもこんにちは、カスタムライフの山川です。今回の動画はこんな感じ。特に最後の丸5、今回の H27S17 曲面 VA パネルと H25T7 平面 IPS パネルの視野角や画面の見え方の違いに注目してみていってください。カスタムライフでは自作 PC や DIY、ガジェット関係などがたくさん出しております。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録していってください。ではまずはスペックをチェックしていきます。KTC H27S17 27インチ曲面ゲーミングモニターでございます。曲率は 1500R、 解像度はフル HD よりもさらに高精細な WQHD。 VA パネルでコントラスト比は5000:1、そしてなんとハイリフレッシュレート 180Hz 1ミリセカンドの応答速度を実現しております。画面の角度機能調整機能も搭載。出力ポートは HDMI 2機にディスプレイポートも2機も搭載しております。 KTC H27S17 でございました。ということで、商品開封と商品組み立てやっていきます。マニュアルはすべて日本語表記、組み立て方もシンプルです。電源アダプター、しっかりと PSE マークに対応しております。これは安心ですね。そして映像のケーブルはモニターの性能を十分に活かすことができる DP ケーブル、これは PC ユーザーにとっては非常にありがたいですね。モニターのアーム部分、モニターの台座です。構造は非常にシンプルな感じですね。もちろんベーサーマウントにも対応しております。付属のネグ類はこんな感じ。では組み立てていきます。アームと台座部分を合わせて、ネジで2点止めしていきます。こんな感じですね。あとはモニターに差し込んで押し込めば組み立て完了でございます。続きまして外観チェックと角度調整です。まずは正面から、上から見ると湾曲度合いが分かります。曲度は 1500R でございます。背面はこんな感じ、赤が基調のシンプルなデザインです。端子類はこんな感じですね。左から DC、USBHDMI、HDMI、DP、DP、イヤホンジャック、そんな感じです。角度調整機能を見ていきましょう。このような感じで傾き具合だけを調整することができます。左右の首振りや高さ調整は機能としてございませんので、必要な方はモニターアームが必須となります。続きましては基本機能のチェックでございます。まずは白っぽい映像をいろんな角度から見ていただきます。角度をつけていくとやはり若干色が薄くなってきますが、曲面パネルを斜めから使う人はほぼいないと思うので全然問題ないかと思います。次に VA パネルが得意な黒の表現、黒以外の部分も非常に鮮やかで美しいのが見ていただいてわかるんではないでしょうか。次に背面の操作パネルです。3D スティックの押し込みタイプのボタンとなっております。設定項目はこんな感じ。明るさから色調調整まで
一般的なゲーミングモニターの設定は網羅している、そういった感じです。続きまして、ハイスピードカメラウルトラスローモーションによるゲーミング性能のテストをしていきます。まずは UFO テスト。上から180、90、45、23、11、5.6 となっております。ハイスピードカメラの映像です。一番上の 180fps がいかに滑らかなのか分かっていただけるんではないでしょうか。続きましては MMORPG のスクロールテスト。上が 60fps、 下が 180fps でございます。次にウルトラスローの映像です。どうでしょう、もう一目瞭然ですね。 60fps はとてもひどくて見れない、そう思ってしまうほど 180fps の滑らかさが際立っているのがわかるんではないでしょうか。次に Apex Legends 銃撃シーンです。まずは 60fps モードをスーパースローで見ていただきましょう。特に動きの激しい薬莢部分を注目して見ていってください。次に 180fps、 いやーどうでしょう、滑らかさが全然段違いに違いますよね。次に首振りです。まずは 60fps ウルトラスーパースローモーション、もう画面全体がガクガクなのがわかるかと思います。次に 180Hz、 いやーめちゃくちゃ滑らかですね。周囲の景色の視認性が全く違います。また手の動きと連動して風景が動いているのがわかるかと思います。遅延はほぼ感じません。反応速度も十分高速ですね。次に曲面 VA の H27S17 と平面 IPS の H25T7 を比較テストしていきます。まずは曲面パネルを正面から見ていただきましょう。やはり曲面パネル奥行きがあるのでかなりの立体感を感じます。続きまして平面 IPS、 平面なので当然といえば当然ですが立体感や奥行きは感じません。ただしやっぱり IPS パネル色の鮮やかさは素晴らしいですね。次に横並びで交互に見ていただきましょう。曲面パネル、平面パネル、それぞれ全然奥行きが違うのが分かっていただけたんではないでしょうか。上から見ていただきましょう。 1500R とはいえかなりの曲面度合いでございます。次に横に並べて角度をつけていきます。やっぱり視野角は平面の IPS パネルの方が高視野角ですね。斜めから見る必要がある方は平面の IPS パネルの方がいいでしょう。次に APEX で走っていきます。やっぱり立体感がありますね。スピード感があります。次に平面パネル、やっぱり迫力は曲面パネルには劣ります。続きまして横に並べて比較です。臨場感だけではなくて発色もかなり違いがあるのがわかるんではないでしょうか。ということで超コスパ格安の KTC のゲーミングモニター2機種を見ていただきました。ちょっとでも参考になった方グッドボタンを、また質問感想コメント欄につぶやいていってください。カスタムライフでは自作 PC や DIY、ガジェット関係などがたくさん出しております。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録していってください。今回はここまでです。ありがとうございました。